59歳。高橋さんが爆心地から500メートル以内で被爆した数少ない生存者の一人です。高橋さんは当時広島市中央区の部屋が閉まっている、そのことで、そこから処分が上がったんですが、処分の部屋全体が局長室の中に固い集まりまして、机からまで全部局長室の中に固いと、その中で省課長が亀安心の壁とか壁とか机とかというものが水回って明日から来るのを見て、おりました。ですぐ掘り出したんですが、省課長はもう意識が意識がなかったのを思ってます。だからそのそばに、まあ、役職として
Mm-hmm.